F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われているね。そんな中、護衛艦ヒューガ、伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきたぜ。今回は、護衛艦ヒューガ、伊勢になぜ注目が集まっているのかについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年時点で海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、出雲と加賀の2隻を含む出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だよね。これは艦式号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めた艦になっているよ。出雲型護衛艦は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、喫水で 7.3 メートルのサイズで、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大規模だぜ。この大きさを誇る出雲型護衛艦の機関部だが、アメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、スタータービンが4機組み合わされた COGAG 方式が採用されていて、マックス出力112,000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうだ。また出雲型護衛艦の電源設備として、機関部と同様にアメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM500G7 ガスタービン始発電機を、4機等搭載しており、合計で最大 14,000kW の電力供給を行うことが可能となっているらしい。出雲型護衛艦は全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された艦橋を備えているな。これは、いかにも航空母艦前とした全通式の飛行甲板で、その上には、5箇所の回転翼機が同時に発着できるスポットがあり、収益時から国外ではヘリ空母とみなされてきたね。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0メートル、全幅 38.0メートルが確保されていて、海自で対潜哨戒戦闘や対みなかみ戦闘を担う SH-60K 回転翼機に限れば、マックス14機が艦内格納庫に収容可能ということだよ。ただし実際の運用では、出雲型護衛艦は標準では SH-60K 回転翼機を9機、輸送と救助救難用途が、主任務である MCH-101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いていて、格納庫は3つあり、第1第2および整備用の3つが艦内に設置されているんだって。出雲型護衛艦はその大きさを活かして、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用が当初から想定されていたが、この大型機体ですら艦内格納庫への収容が可能ということだな。ということは、出雲型はそれほど大きいということだぜ。出雲型護衛艦の格納庫に収容可能な回転翼機のサイズを紹介すると、SH-60K が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量 1065 トンで、MCH-101 は全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで重量が 15.6 トンとなっているよ。これらの回転翼先を艦内の格納庫から昇降させるエレベータが出雲型護衛艦には2機備えられていて、全部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は艦橋後方の右舷にサイドデッキ方式で設置されているらしい。各エレベータのサイズだが、飛行甲板上のインボード方式エレベータは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルで、サイドデッキ方式のエレベータは長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで大した荷重量は30トンを超えるとのことだ。現在出雲型護衛艦が行っている航空母艦化改修工事によって、同艦は短距離離陸垂直着陸が可能な、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にできるんだけど、同機は長さ 15.61 メートル、幅 11.37m、重量27トン強という規模ということみたい。出雲型護衛艦のネームシップで1番艦である出雲が寄港されたのは2012年平成24年1月。日本政府が出雲型護衛艦を改修して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは、2018年平成30年3月だけど、
それを見越して設計がされていたことが垣間見えるよね。日本の大手マスメディア各社は、2013年中盤以降には F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲型護衛艦の艦載機にする可能性について報道していたが、当時の小野寺防衛大臣はあくまでこの見解を否定する姿勢を貫いていたぜ。当時は政治的に日本の海上自衛隊が装備として航空母艦を運用することについて、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから受けることを危惧していたせいだと思われるが、現在からすれば覚醒の感が拭えないな。しかし日本がこうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は国家の経済力を背景に軍の装備の近代化と、増強をどんどん進めていて、こうした事態への危機感が日本国内でも醸成された醸成したことから、この航空母艦化計画は市民権を得たということになったわけだ。日本では2010年後半に差し掛かると出雲型護衛艦への航空母艦化改修を公にし、2017年には同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手したよ。この中では出雲型護衛艦に無人航空機と合わせて F-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われたようで、これを受けて2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では STOVL 機運用について言及されたんだ。そこで従来の日本政府の国会答弁では自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点。つまり大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲型護衛艦の改修は攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたみたい。航空母艦を攻撃型か否か特別するこういった定義が軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈を、ひねくり回したものという感は否めないが、しかし、どちらにしても、出雲型護衛艦の航空母艦化改修が本決まりになったことは間違いない事実だな。それでも日本政府は、仮に出雲型護衛艦の航空母艦化改修が完了を終えても、F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しており、従来通りの回転翼機による対潜哨戒任務との併用が前提であると付け加えているぜ。出雲型護衛艦の航空母艦改修の予定だけど、まず2020年度防衛予算から改修費用を捻出して着手、全通式飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されたよ。また F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では出雲が2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいると見られているね。これと並行して艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は2023年時点で総数42機を購入することが計画されているが、中期先としては航空自衛隊の宮崎県のニュータバル基地が有力視されていて、早ければ2024年度から同基地においての運用が見込まれているようだな。このように太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲型護衛艦を航空母艦に改修しての運用計画が進められているのだが、この先駆けとなったと見られているのが、日向型護衛艦の日向、伊勢の2隻だぜ。ちなみに護衛艦の名前には旧国名が付けられるようで、出雲矢印島根、加賀矢印石川だし、日向矢印宮崎、伊勢矢印三重というわけだ。日向型護衛艦のサイズを紹介すると、基準排水量13,950トン、満載排水量19,000トン、全長 197.0メートル、全幅 33.0メートル、深さが 22.0メートル、喫水が 7.0メートルの規模で、排水量比では出雲型護衛艦の約 70% 強のサイズ艦ということになるよ。この日向型護衛艦も出雲型護衛艦と同様に全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦前とした外観だけど、
回転翼機の昇降用のエレベータ2機はいずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているんだ。このヒューガ型護衛艦のエレベータは前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なため、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかもどちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難ってわけだ。そのため、出雲型のようにヒューガ型護衛艦に航空母艦化改修を行うのは物理的に制約があって考えにくいだろうな。どちらかといえば1998年平成10年から収益が始まった大隅型輸送艦3隻の代替艦にその機能を盛り込む可能性が高いかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。かねてより建設中だった海自の総流型潜水艦12隻がすべて収益を迎えたね。令和2年には無事に進水式を迎えていて、大芸という名前は、大きなクジラという意味だよ。最初は変な感じと思ったものだが、慣れるとぴったりだなという気になるよな。実際、通常動力型潜水艦では日本は世界トップクラスと定評があり、ちなみにアメリカは原子力潜水艦にかけてはトップクラスと言われているぜ。つまり日本とアメリカの連携が海底でも行われているということだという意見もあるらしい。今回はそんな大芸潜水艦に搭載される新型ソナーについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、大芸の話をしていくんだけど、2020年10月命名式と進水式を無事に終了した海自の新型潜水艦大芸は、先輩潜水艦である総流型11番艦東流、12番艦欧流をさらに進化させた艦艇という感じだね。大芸型1番艦は、推進方式にディーゼル機関とリチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた通常動力型潜水艦で、先輩の総流型東流以後の艦と同じ推進方式を採用したんだけど、大芸は最初から専用で設計されていたみたい。このおかげで、大芸は東流などより、はるかに長い連続潜航時間と行動範囲を獲得でき、その他にも設置スペースの必要なスターリングエンジンでなくなったことで、艦内の空間が効率的に使えるようになったというメリットがあるぜ。スペースに余裕ができたことで、乗組員の福利厚生についてもメリットがあり、大芸から導入された乗組員のジェンダーフリー対策に貢献することになったらしい。つまり、潜水艦という狭い空間にもかかわらず、女性の陸員用の休息場所を設定できるようになったわけだ。おそらく今までは男女の区別はなかったんだろうね。セクハラ問題の発生を防ぐためにも、これは良いニュースだと思うよ。大芸のサイズを紹介していくんだけど、船の大きさを示す基準排水量は約3000トン、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートルとされていて、公表されていない水中排水量は、4250トンから4300トンぐらいではないかと推測されるんだ。潜水艦にとって最重要ポイントである目であり耳である装置はソナーで、敵を探知することにも、地震を敵の目から隠すことにも役立つ装置だね。大芸には新型の Z998 統合式が採用されていて、これによって従来よりもターゲットへの探知精度や能力がさらに向上されたぜ。こういった装置を駆使していた情報を兵装と連携することで、ずば抜けた防衛力を持つことになったというわけだ。大芸の兵装だけど、従来型と同じように6門の 533mm 魚雷発射管が艦首部分に装備されていて、これによって、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、対艦ミサイルハープーンを運用できるようになっているんだ。このハープーンは、アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、西側諸国では多くの国が採用しているいわばベストセラー兵器だね。18式超魚雷は約94億円とも言われる開発費を投入し、2022年2月までに配備を進めていく予定になっているんだけど、大芸の収益状況によっては、時間的に多少のズレが生じる可能性も囁かれているみたい。2018年平成30年12月、発表された防衛大綱によると、
潜水艦は22隻を要するという文言が記載されていたようで、現在の状態でいけば、総有型12隻、親潮型9隻、そこに太平を加えると一応22隻体制にはなると見られるよ。別の可能性としては、太平型を8隻建造して、親潮型を2隻以外は代替とするという方法も考えられるし、いっそのこと収益させる潜水艦数を増やすという方向に変わることもあり得るのかもしれないね。現在の日本にとっての仮想敵国はお隣の軍事大国中国で、中国海軍が猛スピードで軍備を増強している状況を考えると、対抗手段として海自の潜水艦22隻体制を強化することも予想されるな。しかし、そうなった場合、問題があるんだが、それは現在でも苦慮している乗組員の確保だぜ。少子高齢化の日本では、人手不足が言われて久しいが、公務員とはいえ、拘束時間が長く、規律も厳しい自衛隊員を希望する若者は少ないと見られるわけだ。自衛官の募集に苦慮していることは折に触れてニュースにもなるし、余談だけど、批判されながらも各自治体に高卒者の名簿を提出するよう命じているのは、それへの対応だろうね。拒否しなければ勝手に自治体が防衛省か総務省あたりに提出としてしまうわけで、一般企業としてもこういった名簿は喉から手が出るほど欲しいものだと思うよ。太平には70名ほどが必要ということで、通常動力型潜水艦としては大型だが、省力化を考えると課題がある潜水艦とも言えるかもしれないな。船体格である総有型が65名だったことから、わずか5名とはいえ増えたことは人員削減が潮流の現在では、逆行していると感じられるぜ。では、中国が太平型についてどんな見方をしているのか、分析していくんだけど、2020年10月21日中国メディアの一つ中国軍網は、太平についての意見を発表したよ。従来型の総有から性能がアップし、連続航行期間が2週間になったことに注目して我が国は警戒する必要があるという見解を公表したんだ。太平の水中での静粛性に特に注目しているようで、静粛性が高いと敵に見つかりにくいのは言うまでもないよね。中国軍網は太平は優れた性能を持つからこそ、これを探知、発見して追尾することは難しいとまで評価したみたいで、太平の高スペックは事実ではあるけど、中国メディアにあまり持ち上げられるのもちょっと気味悪い感じがするし、裏がありそうで安心できないよ。またもう一つの中国メディアの意見も紹介しておくと、2020年10月17日のジンリートーティアオというメディアで、前述の中国軍網とほぼ同じ見方をしているんだが、あくまでも太平は通常動力型潜水艦としては優秀な潜水艦と述べており、ということは、逆説的に原潜の優位を主張しているってわけだ。つまり、中国は新型の原子力潜水艦を持っているから、通常動力型潜水艦である太平がどんなに優れていても、中国の原潜を上回ることはないという結論を下ろしたということになるな。確かに原潜は燃料補給がほとんど不要で、水中移動時にも高スピードが出る素晴らしいものだろうし、一旦稼働したら、理論上は永遠に海中に潜んでいられると言われているぜ。まあ乗員のメンタル福利構成は完全スルーしての話だがな。しかし、中国は対潜哨戒能力では日本やアメリカには劣ると見られていて、だからこそ、このままでいてほしいものだという声がちらほらとあるね。何回か取り上げているけど、比較三原則のある日本では原子力潜水艦は保有できないよ。中国には同じ土俵に上がらず、ジンリートーティアオの意見を聞いてやっぱり我々の原潜がナンバーワンと思い込んで、通常型潜水艦についていろいろと探らないようにしてもらいたいものだな。原潜の力を過信して通常型を舐めてかかるぐらいの方がこちらにとっては有利だから、通常型の潜水艦なんてものは存在しないと考えてもらった方がありがたいという声もあるようだ。まあ、孫子を産んだ国だから、こちらの思惑通りに行くとは思えないし、むしろこちらが舐めてかからないようにしたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊では現在、FFM と呼ばれる新たな艦種である最上型護衛艦の建造を進めている中、
次期 FFM とされる FFMAAW の構想が具体化しつつあり、防衛装備庁と三菱重工業は、2023年11月7日から2日間にわたってオーストラリアのシドニーにある、インターナショナルコンベンションセンター ICY シドニーで開催された INDOPACIFIC2023 で、新型水上戦闘艦 FFMAAW の模型展示を行ったよ。この INDOPACIFIC2023 とはインド太平洋地域における最大規模の兵器展示会で、防衛装備庁では三菱重工業などの日本の防衛産業を支える企業とともに、防衛装備品輸出三原則に則った上で日本の防衛装備品の輸出を促進すべくブースを展開し、その中に海上自衛隊の最上型護衛艦 FFM をさらに発展させた FFMAAW の模型が展示されていたな。今回は海上自衛隊の最上型に続く次期 FFM が具体化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、FFM と呼ばれる最上型護衛艦は新しいタイプの護衛艦として、これまでにない様々な先進的な新機軸が盛り込まれたコンパクトかつ多機能な次世代護衛艦であり、それゆえに新しい艦式号 FFM と名付けられて誕生したよ。この FFM とは、諸外国の海軍において最上型護衛艦と同サイズの艦種であるフリゲート艦を表す FF2、多目的マルチパーポーズ及びキライマインの頭文字である M が組み合わされたもので、世界を見ても他に類を見ないこれまでにない全く新しい艦種とされているな。最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルで、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式の機関が搭載されており、その内訳は MT30 ガスタービンエンジン1機と、MAN 車 12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機搭載とされ、7万馬力を発揮することで最大速力30ノットでの航行が可能だぜ。兵装は対空砲としても供用可能な62口径5インチ砲1機に C ラムが1機の他に、324mm 3連装単魚雷発射艦2機に、17式艦隊艦誘導弾4連装発射塔2機が搭載され、SH-60 系ヘリコプター1機が艦載され、さらに対戦ミサイルや対空ミサイルが発射可能な垂直発射システム VLS-16 機が後日搭載とされていて、2025年度からすでに収益している3隻に加えて今後建造される艦に VLS が搭載されることになっているらしい。防衛省では当初、この最上型護衛艦を22隻建造する計画であったが、2023年1月25日に新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領を公示して、最上型護衛艦の建造は12隻で終了することとして、さらに新たな設計のによる新型の FFM を10隻建造することを発表したよ。そして、8月31日には新型 FFM が12隻建造されることになることが公表され、2024年度令和6年度計画から6年間で毎年2隻ずつを建造されることが決定されて、防衛省では1番艦と2番艦を建造費として1747億円を要求しているね。一方で新型 FFM はその艦種名が FFMAAW とされ、基準排水量4880トン前後満載排水量6200トン全長約142メートル最大幅約17メートルとされ、機関方式は最上型と同じく CODAG 方式が採用され、式にガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンが2機搭載され、最大速力も30ノット以上を発揮できるとされているな。最上型の基準排水量3900トンに対して、この FFMAAW は4880トン前後にまで増加されており、全長も最上型の 133.0 メートルから約142メートルへと10メートル近く延長されているぜ。この艦隊規模は駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦ムラサメ型の基準排水量4550トンか、高波型護衛艦の基準排水量4650トンをも上回ることになり、フリゲート FFM ながら駆逐艦サイズの汎用護衛艦 DD よりも大型艦となるというよ。
また、この新型の FFMAAW には、最上型護衛艦と同様にステルス性能が追求されていることから突起部分が少なく、これまでの護衛艦以上にステルス性への配慮がなされたされた艦隊デザインが特徴的で、舷側がのっぺりしているだけでなく、レーダー反射断面積 RCS 低減のために主船体、上部構造とも外国のステルス艦と同様に傾斜角が付されているみたい。さらに、その外観上の大きな特徴となっている環境頂部に配置されている棒状の、通信用アンテナが統合されたマストである NORA50 複合通信空中線、別名 UNICORN-UNI けどシーオンバインドレイディオアンテナユニコーンが搭載されているな。そして兵装は、62口径5インチ 127mm 砲1門短距離艦対空ミサイルシーラムランチャー1機、人7式艦対艦誘導弾4連装発射塔2機 324m 3連装単魚雷発射艦と最上型護衛艦とほぼ同じであるのだが、大きな違いは、マーク41垂直発射システム VLS の搭載数が最上型では16セルとされているのに対して、新型 FFM では艦隊が一回り大きくなったことによって倍増となる32機が搭載されることになっているぜ。さらに、最上型護衛艦において後日搭載される16セルの VLS のすべてに、07式垂直発射魚雷投射ロケットが搭載される予定とされているんだけど、新型 FFM では艦式号が FFMAAW とされていることから、アンティエアーウォーフェアーすなわち対空戦に対応する艦種であることが察せられ、その VLS にはスタンダードやシースパローなどの艦対空ミサイルが搭載される可能性が高いとして、防空能力が強化されるものとみられているね。また、慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊では護衛艦を新造してもその人員確保が困難とされていて、最上型では消費とかが徹底されているぜ。例えば艦橋の操舵室には従来の同規模の大きさの護衛艦であれば10人前後のクルー配置が必要とされていたのであるが、最上型では操舵室の中央に車のハンドルほどの大きさの舵輪がある航海式艦席、その左側にレーダー縁席、艦橋右舷側の端にある艦長席の3席のみで、戦時であってもその他に艦橋で見張りの任務につく信号員を足した4人で運航することが可能というわけだ。また、護衛艦の心臓部である戦闘式助 CIC は360度ディスプレイで囲まれた円形になっていて、各モニターに表示される情報は自由に設定が変更でき、CIC 内の全員が艦内各部署に設置されているカメラやセンサーからの情報を共有することができるらしい。そのことによって戦闘管制だけでなく、運航操舵各種機器管理なども CIC において一元化されたトータルシップコントロールシステム TSCS が採用されており、少人数でも艦内すべての情報の取りまとが可能となり、このクラスの護衛艦で必要だった従来200から300人ほどの乗員が最上型は90人程度で運用が可能となっていて、これは FFMAAW にも引き継がれるものとされ、海上自衛隊と同様にオーストラリア海軍など、人員不足に悩む海軍にとっては消費と化された FFM は大きなメリットをもたらすものとみられているぜ。日本政府と防衛省ではこの防空機能が強化された FFMAAW を、防衛装備品移転三原則に基づいて第三国への売り込みを図っているとされ、それによって同艦の建造費を低減させることを目論んでいるとみられ、今後国内外における防衛装備品の展示会などで強くアピールしていく方針であろうとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。